星野関西門の墓、星野茂源則は、江戸時代前期の終わり藩士、休日家。一般には、星野関西門の名で知られる。三十三県道の投資屋で二度天下一の記録を、樹立した。寛永19年、星野即頭の第三種として出生。生誕地は、現在の愛知県西吉吉良町とされ、道庁宮迫技四丹田には、生誕地屋、 九里の石踏みがある。星野氏は、厚田大宮司千秋氏の一族という。茂則の祖父側勝ちは、平井は近吉の家臣で、近吉没後は、竹越正信の家臣となった。父ののり等は、徳川義直に仕え、馬回り、大道奉行、広志式やし式足軽頭などを務めた。茂則は、尾張藩市で、日置流美修竹林派の長屋忠重に指示して、 旧術を学び、徳川三友の第二、弓役に任じられた。漢文2年5月28日、京都33県道で大谷数に挑み、総谷数一枚25本中通し屋6666 66本を記録し、紀州藩吉見大衛門の記録を破り天下一となった。この校で藩より海頭に任じられ、治行校500国となった。漢文8年、紀州藩。 火災その絵門が投資屋7077本を達成し、記録更新される。漢文九年五月二日に重のは、再度親数に挑み、総屋数1542本中投資屋8000本で、火災の記録を破り再度天開一となった。この時は五月一日のクレムッツから始め、翌日正午、残り約6時間となったところで余力を残して、打ち切ったと伝わる。 この記録達成により300国の画像を受けた。元禄9年5月6日、死去、去年55。子孫は、終わり藩士として、代々休術の同等を継いだが、10代目の関在門、久典に着難がなく、富田常政が11代を継承した。星野家の資料は、近年の火災で多くが失われてしまったという。墓所は、名古屋市畜作の平和公園内にある。 秋吉後半後編牧さんに次のような逸話がある。関西門は力持ちで知られていた。某日去る諸公の家老を訪問した。家老は相撲好きで常に力士が出入りしており、その日も強力の力士が来ていた。亭主は関西門に力士と相撲を取ることを書簿した。関西門は再三辞したが、強いて書簿されるのでやむを得ず取ることとなった。 関西門は、袴の裾を上げ大将を刺したまま出てきたので皆、不審に思い、行事が縦脇を見とがめたが、関西門は、私は、相撲取りではなく、死だ。亭主の望みで相手になるのだ。されば、死の身として、丸腰になるしきたりはないと答えた。取り組みうとすると関西門は抜き打ちに相手を、切り倒したので、皆大いに驚いた。関左門は歯を治めて、 亭主の前へ座し死が勝負を争うときは、こうするものだと思われよと言って自況した。亭主は心中では、大いに怒ったが、どうしようもなくそのまま終わった。一座の人々は、後で、関西門の対処は、もっともなことだ。力士としたる者との勝負を所望するのは失礼だ。全く亭主の誤りだと言ったという。ありがとうございます。